Thank you.
はい、本当はね、食べるシーン撮ってたら、動画を再生してなかったので、こんな途中からなってますが、いただいてます。もうすいません。ごめんなさい。もうね、最高の言葉を喋ったのに、もうこうやってもう崩れた状態から始まってしまいました、みたいな。さあ、そろそろどんな画像が撮れたかなーってパッて画面見たら、止まってた、みたいな。これ YouTuber あるあるやないかな、みたいな。すいません。こんなのもちょっと汚くなってますけど、味はね、最高。うまい。やっぱね、トルソースがいいね、決め手が。これうまい。アンガースビーフのサーロインと、ちょっとフォアグラね、ちょっと全部食べてしまったけど、いただきます。うん。うまい。最高。ハイボール飲みたい。最近ね、ビールが飲めなくなったんで、ハイボールに変えてます。もう早半年。ビール飲むとちょっと難しくなるんで、やめました。曲の頃。はい、そんなのどうでもいいですね。ごめんなさい。やっぱね、このキャベツがね、牛肉のジュースを閉じ込めてる。そのためにね、キャベツ巻きを してますからね。皆さんぜひ間違えないようにお願いします。トリュフもね、これちょっと中国産のトリュフやけど、やっぱ香りはね、若干ある。いい感じ。トリュフソースがうまいね。あ、フォアグラあった、ほら、これ。フォアグラと、ね、これロッシーにして食べます。うん、いいね。昔クリスマスでね、コース料理でこのパイ包みを 2,300 個作って、もう他の奴らがやったらぐちゃぐちゃになったんで、もう俺がやるしかないと思って全部、3日間ぐらいやって寝ずで働いてね、20時間ぐらい働いて、ああ、もうきついなと思ったら、上司がもう、みんなにやらしていいぞって。形はどうでもいいみたいな感じで言われて、まあ実際、その自分の部下が作ったら、意外にこう、崩れてて、うわ、これ未商品ならんわと思って、焼いたら、
なんと、その、自家製っぽくて、そっちの方が良かったみたいな。逆に私が作ったね、綺麗な、パイ包みの方が、あら、なんか、既製品っぽくて、味がなかったみたいな感じがあったんで、意外とパイ包みは、もう雑で作った方がいいっていう結果が出たんで、皆さん、ぜひ参考にしてください。うん。なんかもうそれに。ずっくり。はい、ということで完食です。もううまかったけど、おデブちゃんになるかなって感じなんで、今日のディナーは食べないようにします。はい、ということでですね、本日は以上となります。アイドルですね。まあ面白かったんであれば、まあ最高なコメントとこれだけお願いします。チャンネル登録、ぜひお願いします。あとグッド評価も忘れなく、よろしくお願いいたします。それでは皆様次回をお楽しみに。バイバイ。はい、ご視聴ありがとうございました。皆様チャンネル登録だけはよろしくお願いしますね。おすすめ動画がこんな感じで、ありますので、ぜひ見てください。では次回をお楽しみに。バイバーイ。